こんにちは、モシです。ご視聴ありがとうございます。本日は名古屋近辺に来ております。今日はこちらの方と一緒にガサガサさせていただくんですけども、お名前お願いします。はい、カレックスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。名古屋生物多様性保全活動協議会副会長でおります。あ、長いですね長いですね。一応名古屋っていう、ね、略称もあるわけですけども、今日はね、一緒にガサガサさせていただくんですけども、どうやらこの名古屋近辺に新たに侵略的外来種が入ってしまったということでね、カレックスさんがね、実際に見つけたということでね、今日はちょっとそこの現地の方に向かってですね、どんな生き物がいるのか、でその外来種とは一体どんな生き物なのかっていうのをね、実際調べていきたいと思っております。ということで早速やっていきましょう。今日ガサガサしていくのはね、まあ何の変哲もない用水路っていう感じですね。細い水路なんでね、カレックスさんと一緒に挟み撃ちしていきたいと思います。さあ水路入っていきましょう。うわ、結構道路が不健だなこれ。魚も一応いるのはいるっぽいんだけどな。ほぼ道具だよこれ。よいしょ、いっぱい洗ってますか。おお、入った。おお、すげえ。カレックスさん、上げてみましょう。うわ、いっぱい入ってるやば、カメいっぱい取れてる、すごいな。はい、取れたのはすべてミシシッピアカミミガメ、条件付き特定外来生物、全部で5匹取れましたね。追い込み漁して、まさかこんなにもミシシッピアカミミガメ取れるとは思いませんでしたねびっくりですねお魚の方を見ていきましょう。こちらすべてカダヤシでございます。特定外来生物ですね。この生息密度でカダヤシがいるっていうことは、おそらく日本固有種のミナミメダカはこの辺りではもう見られないかもしれないですね。残りはね、ほとんどがフナですね。ちっちゃいのがいっぱい入りました。そしてこちらはモツゴウですね。なんとこんだけ魚いっぱい取ったうちのこれ1匹だけモツゴウでしたね。モツゴウといえば結構な数取れる印象なんですが、ここでは1匹だけということでね、かなり少ないですね。お、何ですかカレックスさん。ほう、わ、かわいい植物ですね。これがタコの足っていうんですか。そうです、あの茹でたタコの足を裏側から見たような、はい、あ、本当ですね、まんまそんな感じですね。高所の絶滅危惧、うん、あ、そうですか。こんな貴重な植物も田んぼの脇に生えてましたね。別のポイント来てみましたが、こちらにはね、この正面に見えてる植物がたくさん生えています。これがね、オオフサモっていう特定外来生物の植物ですね。これどんな植物ですか。はい、あの、うわ、やばい意外と深いパラットフェザーっていう名前でね、はい、昔アクアリウムで使われてたんですけども、はい、まあ、綺麗な植物なんですけれども、そうですよ、ね、水路で広がってしまって、うん、表面を覆い尽くすので、はい、まあ、それが水の中に酸素が行き渡らなくなってしまって、はい、生き物が少なくなってしまうみたいな願いがありますね。はい、おーい、オスメスだろお前らよいしょオスメスだろお前ら追いかけっこしてる場合ちゃうぞ。オスメスで追いかけっこしてるところ悪いけどさもうちょっと周り警戒した方がいいと思うよ。待って、デゲのいるぞ。オッケー、入った、よっしゃー。あ、雷魚じゃねえな、ナマズだナマズか。飛び込んだ先にはこちら、ナマズですね。上から見たら雷魚かと思ったらね、いいサイズのナマズでございました。かっこいい。はいはい、よいしょ。お前らもカップルじゃねえか、おいカップルばっかだなあ、いる。あ、ほんとだ。よいしょ。あ、いや、待って、ここ、やばいな。ちょっと待って、やばい。これやばい。ちょっと待って、全部取ったんちゃうか、これ。あ、1匹逃げた。あ、2匹逃げた。うわ、2匹逃げたけど、うわ、これ何これ。えぐ。あ、行きました。あ、これ、たくさんも1匹ゲット。えぐ、ちょっと待って。何これ。一網に5匹入ってる。塊すぎだろ。1匹取り逃して1箇所に10匹ね、全部でいたんですよ。しかも全部ミシシッピアカミミガメ、クサガメですらいないっていうね。これはもう相当生態系終わってますね。角っこに粘ってるそこの君、はい、無理です。よいしょ、 OK。 さらに1匹で、もう1匹いたよな、ここ。はい、そこに逃げてる君、あ、さらにそこに逃げてる君で、さらにそこに逃げてる君どんだけおんの、ここの奥にも君やばいやばい、あ、ここにもいるやばい、あ、そこにもいる終わってる、ここどうなってんの。ミシシッピの楽園やん。多分捕まえた時間30秒ぐらいだと思うんだけど30秒で8匹捕まえました、ミシシッピアカミミガメまだいるよここ。
ちょっと待って、まだ奥いるな、これさらにいるぞ、これ多分。あ、だろうな、3匹取れて、はい、そこの君、4匹目。あ、これだ、はい4匹いて、よいしょ、さらに5匹。どうなってんねん、ここ。10秒で5匹捕まえました。まあ、ここだけで20匹以上取ってますねとんでもない生息密度してます。はい、こちらが田んぼ脇の水路なんですけれどもね、これが今回のターゲットでございます。ガレックさん、はい、こちらが何ですか？大花水金梅です。はい、なんかちょっと泣いてる泣いてらっしゃる。まあ、意外だとはいえね、はい、このショッキングな光景をですね、はい、僕はどう押し込んだはい、じゃあせっかくなんでね、ぜひちょっとこの植物を解説していただきたいんですけれども、特定外来植物で、ね、いろんな被害がですね他の地域では出てるんですけれども、はい、名古屋周辺にはなかったんですよ。なかった、はい、まだ入ってきてなかったんです。はい、これが広がるともう水辺全部に広がってしまって、うん、はい、さらに田んぼとかの農業被害もありますし、うん、はい、はい、泣いてるそれだけショッキングなことっていうことですね。なかったんですよ、ちょっとこの周辺もね見ていきたいと思いますけれども、これが実際田んぼですね。この辺り生えてるの全部それですか？全部それです。全部立ち上がってるものから、はい、この地面に這いつばってるものまで、はいはい、これももう全部なんですよ。全部ですね。稲の下に広がって、はい、稲に入るはずの栄養分も取っていきます。ああ、なるほどなるほど。これもう完全に田んぼにもうびっしりとね、今見えてるところもうほぼほぼ大花水金梅ですね。やばいですね。農業に対しての、まあ、被害もすごいですし、在来植物に対しての被害もすごいと。さっきタコノワシが田んぼの脇に生えてましたけれども、ああ、ありましたね、はい、あそこはちょうど今のここにあるような同じような環境ですよね。競合してしまうので、はいはい、そうなってくるとタコノワシはやっぱり負けてしまうと思います。もうタコノワシが生えてこれるような場所ないですよねそうですね、完全に覆い尽くされてますね。覆い尽くされちゃいますね、はい。この植物って、まあ、一般の方々が見ても、もうなんやわからんぞと、ね。ただの雑草じゃねえのか。別にこの光景を見ても、なんか、あ、そうなんだ、みたいな感じで思ってしまう気がするんですけれども、見分ける方法ってあるんですか？こちらが在来種、日本に生えている水金梅という、植物です。在来種で、全国的にも本当にもう数箇所にしかないぐらい少なくなってしまったものなんですけれども、はいはい、こちらが外来種の大花水金梅。はいですね、パッと見似てるんですわかんないっすわかんないっすですよ、ね、はい、花の咲いてる時期だったら大花の金梅なんで花が明らかに大きいんですけど、なるほど、明らかに大きいもこっちを基準としてるんで、あ、そうですよね、そもそも基準がわかんないですからね、花が咲いてない時期だとこっちはうっすら毛が生えてるんですけど、はいはい、こっちは全く毛が生えてないっていう違いがあります。あ、なるほど、はい、本当にうっすらは生えてますねこの個体は分かりやすいですね。毛が生えている方が大花水金梅っていうことですね。ちょっと待ってですね、全く生えてない個体もあると。そうですね、はい、いやじゃあ結局分かんないじゃないですかまあでもあの周辺探して大きくなってるものが、はい、あ、なるほどなるほど、毛が生えてたらまあ外来種だろう。あ、こちらが水金梅、本当に希少も希少で、まあまずそこら辺に生えてるような草ではないということなので、まあ、まず第一に疑うのはこの大花水金梅ですね。最初に見つけたところ、指さしたところは水の中の大花水金梅がこれなんですけれども、田んぼで生えていた大花水金梅はこんな形状でっていうのでね、この2つ見るだけでも結構形状が違うんですよね。入る場所によって適応して水の上で浮かんでる形と陸上の形両方にも適応することができるので、はい、やっぱり駆除しようと思っても水の中だけ駆除しちゃダメだし陸上だけ駆除しちゃダメだしみたいな難しさがあるんですね。なるほどね、それは広がりやすいわけですね、はい、ではカレクさん、この大花水金梅を見つけたよっていう方がいらっしゃったとして、駆除するにしても非常に難しいということは分かったんですけど、どうしたらいいんですかね。今私は県の環境課さんであったり土木系のところにお知らせして、県でも動いてもらえないかっていうのを届け出ようと思っております。もし見つけたという場合は県の担当の部署の方にご連絡をいただければなと思います。
今回取れた亀の数ですけども、こんな感じで純度 100% ミシシッピ赤耳亀でございます。お持ち帰りして全て締めて畑の肥料にしていきたいと思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。本題の大花水金梅ね、あれって結局ここの場所に入ってきた原因っていうのは、まあ詳しくはまだ分かってないような感じですかね。そうですね、はい、ただ話によったら言うと、うん、鳥のが種を食べて、うん、お腹の中に入って、はいはい、それが大きく移動して糞化して発芽するみたいな流れがあるみたいですね。はい、めちゃくちゃ難しいですね。めちゃ難しい。もう存在してる時点でね、もう広がっちゃうような早期発見早期駆除が大事なんだと思います、はいはい、なるほど。ブルーギルとか僕が普段やってるように締めてお持ち帰りしていきたいと思いますみたいなお話がね、植物の場合ってねなかなかできないんですよね。だからこそそういった行政の方にね連絡の方よろしくお願いいたします。アクアリウムでもともと使われていた大花水金梅が外に逃げて、はい、まあ、今は育てることはもうできないんですけれども、はい、大花水金梅だけじゃなくて今アクアリウムで広がっている水草もたくさんあるんですよね、はい、まだ外に出てない水草もありますので、はい、とにかく水草をちょっと出さない、そういうことですよね。本当によろしくお願いします、はい、カレックスさんね本当水草大好きっておっしゃってる中であの大花水金梅見た時 のリアクションですよ好きな人だからこそ気をつけていただきます。僕もペットショップで働いてはいるので、はい、あ、そうですよね、はい、あのなんとかそれは防止したいなとは思うんですよね、はいはい、そうですよね。実はカレックスさん僕の動画に一度だけ出たことがありまして、はい、日本バラタナゴをペットショップで購入するっていう動画で実はね、その店員さんだったりするんですよね、はい、動画概要欄載せておきますのでぜひよかったら見ていただければと思います。よろしくお願いします、はい、ということで今回の動画は以上になります。もしよろしかったらチャンネル登録高評価ですね、ぜひよろしくお願いします。はい、以上マーシーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。